家計家計は、受刑者に火をつける、あるいは火で炙ることにより絶命させる主刑の一つ。家財、火炙り、噴刑とも呼ばれる。家計は、公開処刑で、見せしめ的要素が強く、一度の処刑で、多数の人間に対し、凶悪犯罪の結果は、悲惨なしであるというメッセージを与えることができるという点で、効果的である。また多数の受刑者を一時に処刑できるという点も、 効率的だが、処刑準備に時間がかかるという欠点も持ち合わせている。家計では、火傷で死ぬことより、煙で窒息死したり、ショック死したりすることの方が多い。また、あらかじめ公主刑などで殺した死刑囚を焼くために行われることもある。また、生きている人間を焼き殺すというのはあまりにも残酷なので、恩情という名目で刑理が火をつける前に、考察したり、 胸に杭を打ち込んだりして殺害する例もあったという。一旦の罪で家計にされるジャンヌダルクヨーロッパでは、家計は宗教的異端者や魔女狩りで、魔女とされた者に対して課せられることが多かった。魔女の疑いをかけられた人間は、水を何百リットルも飲まされる、親指つぶしという号機で指をつぶされるなどの拷問を受けた。魔女として魔術を行ったり、悪魔と、 性行為を行ったという自白をさせられてから、家計の判決を受けた。拷問中の死亡も多かった。また、拷問に耐えかねて、他の女性などを魔女として告発する容疑者もおり、これで、芋づり式に逮捕された容疑者が、同じ拷問に遭い、魔女に仕立て上げられるケースもあった。この場合の家計は、被疑者の姿がよく見えるよう、棒に縛り付けた上で足元に、 可燃物を置く形で準備が進められ、受刑者は囚人監視の中、火をつけられて焼き殺された。この時の家計にも、慈悲を与えるとの名目であらかじめ別の方法で、殺害する方法が取られることもあった。伝統的なキリスト教の価値観では、最後の審判の時まで肉体が残っていなければ、ならない。家計は肉体を燃やし尽くしてしまうため、苦痛も、去ることながら、 宗教的な観点から見ても恐ろしい厳罰であった。そのため、スペイン異端審問などをはじめとする異端審問においては、異端者を現世より完全に消滅させるという意味合いでも最も重い刑罰の一つとして家計が多用された。中国史は家計の事項は非常に少ない。疎官戦争中に、 漢の流頬のおとりとなって捕らえられた将軍の騎士が、降雨によって家計に処されている。また、全漢では、父子の家により霊体師、龍四所が、非合の死を遂げ、後それが冤罪と判明した時に、息子の死に激怒した武帝が、霊体師の死に関与したとして、関岸の祖分を伊水の橋の上に束縛して家計に処している。さらに民末に、ビルマ国王の裏切りで、 御三家に引き渡された、南名の英略三角と皇太子主事、不死が混迷で家計に処されたという。江戸時代の日本では、家計は付け火を行ったものなどに適用された。支中引き回しを絵形状に引き立てられた罪人は、下働きの否認が馬から下ろし、竹枠が組んである柱に縛り付けられる。竹枠の周りにかやを積み上げ、顔以外の罪人の体を追い隠し、 足元には焚き木を積んで踏ませる。一連の作業が終わると、段座へも廃下の手代が、剣士役のよりきに準備が整った胸を伝える。剣士役のよりきは同心に指示をして罪人に間違いないことを確認し、顔をかやで塞ぐ。剣士役よりきから命令が出されると、風上から火がかけられる。周りでは、否認がむしろで仰いで火星を強くする。人が死亡したら、 最後に止め焼きという動作を行って、処刑は完了となる。その後は、貼り付けと同じく3日3番さらした後、避妊が形状の片隅に死体を打ち捨てた。あとは、カラスや野犬などが処理して、無に帰った。名は弓代が鈴鹿森大刑事の住職に聞いたところによると、鈴鹿森では、海からの横殴りの風が強烈に吹くため、 罪人を包む炎が燃えたり消えたりを繰り返し、罪人は獣のような叫びをあげたという。江戸時代の前期、江戸幕府による処罰の記録、お仕置き再拠長によると、江戸で放火を行った犯人は未遂を含めて家計に処されることが多いがの者もいる。その形状は品川と浅草が多く、菅も形状で家計が行われたケースもある。江戸では、 家計上は品川のみとの誤解もあるが、少なくとも、江戸前期では、家計上は品川のみではない。なお、家計の方法は、江戸と京藩では異なり、天保2年に、大阪西町奉行だった新見清路によれば、罪人に、鉄の首輪をはめ、鎖で柱につなぎ、柱から一軒離して周囲に、芝や滝木々を三尺ほど積み上げ、風上から火をつける。 罪人の手足や体は縛られておらず、火が燃え広がるにつれて、罪人は耐え難い熱のために狂ったように柱の、周りを駆け回り、なかなか絶命しなかったという。に意味は、県庁のためとはながら去るあまり残酷の主形にあり、これと書いている。大阪の家計がいつ頃から行われたかは不明だが、残酷すぎると奉行所内部からも批判の声が上がり、 天保2年3月に江戸の家計の方法に改められ、天保3年4月21日から日田刑場で実施された。また、大阪の家計は江戸とは比較にならないほど少なく、天命5年から天保2年までの47年間は一件も執行されていない。現代では多くの国で刑法による財刑法定主義が取られているため、死刑制度が残されている国であっても、 家計を公式な処刑として用いている国家は存在しない。前述のキリスト教委端審問などのような宗教的な意味合いのある重刑罰としても多くの国では19世紀頃を最後に家計は行われなくなり、現代では死刑の形をとる殺人行為を除いては家計は刑罰としてはほぼ消滅している。ハット刑や石打ちなど、 近代的な死刑制度と比較しても残酷な処刑法が残されているイスラム教のイスラム法においても家計は近畿として解釈されている。伝統的なイスラム教の価値観においてもキリスト教同様に最後の審判の概念が存在するため本来神にのみ許されている日によって人体を損壊する行為はそれ自体がアンダーに対する冒徳とみなされるためである。その一方で 発展途上国の中でも近代刑法や警察組織は愚か、それに代替する宗教法などの普及も十分でない国では、群衆が犯罪者を集団で制裁を加えることで秩序の維持を図ることも多く、その一環として家計が用いられることも多い。2015年に入ると、イスラム過激派の中でも最も暴力的とされるアイスセルにより、 無わずカサースベをはじめとする交戦国の捕虜や占領地域の異教徒に対して家計を用いる例が急増している。アイッセル側はイブンタイミーヤのおぞましい死によって敵を撃退できるのであれば、それは正当な聖戦だという発言を引用し、家計を正当化しているが、多くの一般的なイスラム教徒にとっては家計は最も忌避されるべき行為と認識されており、 ハサースベの処刑もイスラム教に対する侮辱として捉えられているという、ありがとうございます。